皆さんおはようございます、いつもご視聴いただきありがとうございます、今日はですね、小倉の街中に近いんですが、あの日上がり市場っていうところがありまして、なんと公営住宅団地の1階に、ショッピングセンターがあるということで、ちょっとこれ意地悪で、あのマルシェが終わった後の寂しい写真を撮っておりますが、廃墟や長屋好きの僕にとってはあのすごくテンションの上がる街並みで、こういったやっぱ歴史を感じるところっていいですよね。築50年の公営住宅で、50年前立ち上がった頃にはですね、もう人がごった返すようなすごく賑わった場所だったらしいです。今日はそんなと、ショッピングセンターでですね、お笑いライブがあったり、マルシェがあったり、歌のステージがあったりと楽しい一日となりました。日上がりと言いますと、小倉駅から10分ぐらいかな、あの港湾地区に近いところ、西湊とか隣にあるんですけれど、まあ、あの戸端と結ぶ街道沿いにありまして、まあ、海から陸からあの鉄鋼の町ですもんね、戸端とか、まあ、昔はすごく賑わったではないでしょうか。こんな感じですごいいぶし銀のお店の作りが未だに残ってて、まあ、当時の看板とかもあるんですよね。でなんとですね、この物件今貸し出し中の店舗がいっぱいあるみたいで、すごくあのこうやって若者に使ってほしいということで、一番安いところは2万円台のお家賃のお店とかもありましたんで、まあ、ぜひあのチェックしていただきたいと思います。で今回はですね、竹虎堂さんっていう、よく飯塚にお豆腐を売りに来られてる方のご紹介で、こちら参加しました。でこちらの豆腐屋さん後であの食べるんですけれど、竹虎堂さんが仕入れているお豆腐屋さんなので、すごく美味しいです。こんな感じであのまだまだシャッター街がありますんでね、ぜひともあのちょっとマニアックなお店をやりたいなとか、そんな若い方おられましたらどうぞ見に来られてください。中であの店舗さん営業してますんでね、さっきの豆腐屋さんと、すごいちょっと今ちらっと見えたんですけれど、創業110年のこちら食えばわかるさんっていう、その当時にこの名前食えばわかるってカタカナでつけるセンスもすごいなと思います。すごいあの職人さん、いぶし銀の大将がおられて、でお寿司もかなり安いですね。僕カッパ巻きしか買わなかったんですが、カッパ巻き210円でプロの味が楽しめました。普通のお寿司も寿司桶がいっぱい置いてあるんで、お魚もとっても美味しいと思います。こんな感じであの惣菜も置いてますんで、これ絶対穴場スポットと思いますんで、あのちょっとランチを攻めに行くとかね、いいかもしれません。お豆腐屋さんとこのお寿司屋さんだけでもすごく行く価値はあるなと思います。昨日は車で放送を流しながら回りました。で集客についてはやれることめっちゃあったんですけど、やっぱり皆さんがあの望むような、はい、そんなわけで、マルシェが始まりました。やはり詰め放題は人気ですね、いろんなあの美容系だったりマッサージとか、いろんなマルシェの方々が、出店者さんたちが集まっておられました。外にもあの店舗さんが何店舗かあって、たこ焼き屋さんであったりですね、こちらは輸入の、あ、こっちは美容室か、輸入食品店などがありまして、まあ、すごいノスタルジックな感じで、このレトロ感がいいんですよね。であの街からのアクセスもすごく良くて、本当小倉の中心街なんですよね、ほとんど、まあ、こういうマニアックな場所がまだまだ残ってるみたいです。こちら気になったんだけど、レンタルスペースなのかな、なんかあの子供食堂に寄与しているようなショップさんなのかな、これ
すごくあのカレーが400円ぐらいでお値段が安かったんですよね、このチラシ見ると。でこうやってあの取材の方がいっぱいあの案内看板も作ってくれてます。400円アイスコーヒー300円、ね、収益の一部が子ども食堂に寄付されるそうで、まあ、地域で活動されている食堂なんかな、ここちょっと入ってみたかったんですけれども、出店者さんの紹介とかいろいろやってくれてます、ね、チラシの方も何千部か配ってくれたみたいなんで、あ、これ敷金霊園テナントさんを募集してます。なんで取れないかは言ったらいいかな。あとであのショップさん、ショップにお邪魔したいと思います。ね、回っとこうかな。うちらいつもね、こうやってうろうろするけど、いつもいないんですよ。あ、そうなんですね。あ、すごい。なるほど。あ、お客さん待っとるやん。ね、素敵。そうですね。はい、原画となっております。あ、かわいい。かわいい。すごいね、写真とかいただけたら、あの似顔絵とかもお作りできるんで。いつか、いつか、霊媒するような、霊媒するような、ちょっと霊媒師さんかなって、華やかな感じ、ね、お花をお顔の横に最近描いてるので、あのマーガレットみたいなお花を描かせてもらえたらめっちゃ良かったね。素敵なマダムやったの、やっぱね、分かる人は寄ってくれるん、ね、送っていただけるそうです。こんな感じで、なるほど。実演もできるので、もしあれば。このびっくりするぐらい、本当に目の前で一緒のものを入れても、なんか水で入れましたかぐらい、ビールもそうやしね。ビールもそうやしね。ね、ビールの泡がすごい、そうですね、目の前になったりとかね。10円らしいよ。何？厚揚げ？厚揚げ10円？見に行かない。いや。はい。世話係近いですね、うん、なんか厚揚げを本当に陶芸家さんですよね、はい、これを買いに、これを厚揚げを買いに行った。 YouTube 上げていいですよ。お店もらんで、これを買いに行った。買おうよ、買おう。揚げたてが食べたくて。あ、なるほど。揚げたてなんですね。すごい。揚げたてが食べれるんや。あ、ちょうどいいやつが、当てに。当てにちょうどいいですね。並べチョコ。これ。揚げたて。お豆腐屋さんの揚げたて。100円で、1個10円で。完成メロン。めっちゃうまい、これ。やばい。揚げたてやし。めっちゃうまい。はい、いただきます。熱々そう。熱々。怖いわ。
あ、こんなのあったの。うん、はい、ということでお笑いユニット、お笑いコンビ、コンビでお趣味で、マーキーヤさん、すごいね、素敵な名前やね、ゆるりと今日は12時からのステージで、はい、楽しみにしてます。あ、日頃は北九州の小倉の駅の劇場、駅前。じゃあ、インスタグラムの QR コードの方、インスタグラム後で載しときますんで、はい、よかったらフォローしてください。今ダメな、今のあ、飲んでもいいです。このサーバーのあれ、サーバーいいよ、サーバーイエーイ。こっちの大きいサーバーから1000円で、こっちのちっちゃいサーバーから1000円。農園の今回お声掛けしてくださったゆっちゃん農園さんなんですけれども、オーナーさん農家なんですね。あのご夫婦でやられてて、六次産業ですごい加工品、ピクルスとかですね、ドレッシングとかジャムとかそういったものを作っておられて、飯塚筑豊は釜市ですね。釜市は瀬戸康史さん出身なんですけれど、出身の地なんで、結構東京とか銀座とかにも出店するようなすごい人気の商品で、ゆっちゃん農園さん、実はオーナーさんは部長が学校を通ってる頃に電車の中でよく一緒になって友達になった人だそうです。いいよ、2人ずつ。すごい、すごい。ああ、負けた、はい、どっちがいい、これ、はい、次は次誰だ、次誰だ、はい、勝った勝った、すごい、はい、はい、今日弱くない？はい、はい、次。あ、もう一回せな。あれせな、あれせな。負けるまでじゃんけんよ。伝わった伝わった。どっちがいい、はい、今日ね、おーちゃんね、床屋さん行って多分ハサミでチョキチョキすると思うね、今からね、チョキチョキしようかな。
はい、すごい、このままくれる。ありがとうございます。仕入れができた。ありがとうございます。の右側ちょっと約束が違う皆さん。さあどうも皆さん、改めまして日上がり、ショッピングセンターでやっております日上がり市場まあいいやジャック。それじゃあアイスコーヒーをいただきに来ました。すごいなんかよいい豆が今あともうこれだけしかなくて。あー、備前焼き、はいはいはい、油圧とかを塗らずにザラザラした土をそのまま形作って、あの薪で2日間ぐらい薪で、土自体を焼き締めるっていうの作り方をやってるので、はい、表面がすごいザラザラしてるんですよ。土の灰がかかったので、なるほどね。あ、本当だ。そうビールやられてるんだったら、はい、ビールを入れてもらうと、うんうん、まあ、生ビールみたいなモコモコの泡になるんですよ。ここは微細なデコボコで、モコモコの泡ができるので、綺麗な泡が立って、口当たりがまろやかなビールになります。ちょっと試してみたいな。お試しで持ってきますか。それで飲んでみてもいい。あ、全然飲んでみて。今コーヒーの飲み比べもやってもらってるんですけど。あ、なるほど。じゃあ後でちょっとお借りして、はい、コーヒーも器で味わいましょうか。ちょっと後でこれ、あ、そうか、ね、コーヒーのあれを忘れとった。屋号は帰宅堂さんです。はい、こちらの帰宅っていうところでやってます。でそれで帰宅堂一応お茶欲しい。はい、動画や大丈夫よ。YouTube いらっしゃいますね。それあ、それあスタンバイのポーズ、お決まりの。いらっしゃいませ。野菜ソムリエの。和田さん食べてもらった感想で。あ、すごい。ありがとう。何これ。玉ねぎ。いいですか。どうぞ。これやろね。あ、これ。ピクルス。これ買おう。すごい、いろんな天神とかね、大きいイベントいっぱい出ようんさ。カホアルプスの宝石。玉ねぎとイチゴと。あ、おじゃま。でもここは置いとったっけ。あ、お茶も。ありがとうございました。アイスクレープもある。アイスも、あ、中に入ってる。ビール箱を並べて、ぜひ置いていただくというスタイルで。コーヒーのお供に。飛ばないで、飛ばないで。コーヒーの危ない。
これ。いや、アイスじゃない。これ普通のでいい。どこでも危ないよ。うん。じゃあやることないよ。いやいや、なんかやってくれよ。さあ、ということで今から企画をやっていきたいと思います。その名も、ジェスチャー対決。違う、違う、パスする、パスする、パス。全店舗、すべてのご飯を食べる。ニワパソン、唐揚げニワ。仲間、うん。仲間のお店みたいな。今日も食べてばっかりの。これ北久堂さんのビールが美味しくなるっちゅうプラスで、うん、お値段3,850円となってます。事前焼きの技法が使われているということで、気合いの時間になります。お願いします。俺たちが日上がり市場だ。なんかね、泡がきめ細かくなるんだって。なるほど、わかる、わかる、うん、伝わりにくいよね。自分のビールやけやっぱわかるよね。クリーミーな、クリーミーに、うん、すごくクリーミというわけで、こんな感じでですね、一日楽しく過ごしてまいりました。日上がりショッピングセンター、すごくいい街で、ノスタルジックなレトロ感あふれるこの建物、いっぱい空き店舗、貸し部屋がありますんで、よかったら皆さんご利用考えてみてください。なんか今日は不動産の斡旋みたいになっちゃったけど、それでは皆様、本日もご視聴いただきありがとうございました。まあ、暑い夏がまだまだ続きますが、ちょっと地震とかもね心配なんですけれど、良い夏休みをお過ごしください。